神田正種4月24日から1983年1月15日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将、愛知県出身。さえ種長の次男として生まれ、神田正富陸軍中佐の養子となる。台北市販学校付属中学校、熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1911年5月。 陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評省委任官、不評第18連隊付となる。1919年11月、陸軍大学校を卒業。参謀本部付勤務、参謀本部員、ウラジオ派遣軍司令部付関東軍司令部付不評第39連隊大隊長、朝鮮軍参謀、陸大専攻学生、 トルコ大使館付部官、参謀本部院兼陸大教官、参謀本部課長、不評第45連隊長、教育総幹部第1課長などを経て、1938年7月、陸軍少将に進級。教育総幹部第1部長、参謀本部総務部長などを歴任し、1941年3月、陸軍中将となった。 1941年4月1日から1945年4月1日まで、第六師団長となる。太平洋戦争には、第六師団長として出征、ブーゲンビル島の戦いに従軍。1945年4月、第十七軍司令官となり、終戦を迎えた。1947年3月に復員したが、BC 級戦犯容疑により起訴され。 1948年11月、禁錮14年の判決を受け、1952年8月に釈放された。1965年10月24日、ソロモン軍東方面よりの機関兵で構成される、戦友会設立にて、全国第17軍ソロモン会初代会長に就任。戦没者の慰霊事業と遺骨収集に尽力した。 漢方第4632号付録、事例2942年6月20日。ありがとうございます。